皆さん今日もお疲れ様です。こんにちは、マーサです。スタジャー超猛コーダ開始ま、おしマーサー。やばいドリンクがいっぱい売ってるんですけど、で味がサロンパスの味するとかちょっと聞いたことがあるんですけど、ウェイダーリーっていう炭酸です。じゃあ続きまして、ちょっとやばいドリンク、セクシーなお姉さんの絵が描いてるんですけど、これはアスパラガスジュースです。すごい多分昔からあるレトロなセクシー美女が描かれてるホワイトアスパラかな。フランス料理とか行ったらさ、アスパラのスープとか出てくるやん。そういう感じ。それを期待してるよ。フレンチ。うわー、え匂いはめっちゃアスパラ。いいよ。うわー、アスパラの缶詰やん。結構強烈。缶詰。え、もうほら。いや俺多分うまいと思う。これ一番期待してるわ。色はすごい綺麗。リンゴジュースみたいな感じ。これ一缶おいくら？8元ぐらいかな。スーパーではすごい安かった。無理無理無理。ああ。まずいです。入った瞬間はアスパラやけど、後味がこれのに似てない。これにちょっと似てる緑臭さが。やばいやばい、甘い。これはね、もっとレモンを入れた方がいい。飲み込めへんかったんやけど。甘さがね、ちょっともったいないな。これさ、なんでロングセラーっていうか誰が買ってんのってめっちゃ気になるけど。そう、台湾の人に聞いてみたい。コンビニにも絶対あるし。台湾人よく飲むんですかこれ。どういう気分の時に飲みたいとかコメント欄にぜひ書いてください。お願いします。ゼロ。3点でした。ゼロです。これゼロ出ました。続きまして、ティーグアニョーナイ、さつまいもが入った牛乳です。日本にはないよね、この発想。なんかこれ芋のさ、種類書いてる。芋の種類なんか57号って。飲んでみたいと思います。台湾の芋ってとてつもなく美味しいもんな。甘いよね。あれ、ミルクティーみたいなのしてる。スイートポテイトミルクって感じ。スイートポテイト。あ、すごいとろみがある。これは強敵だな。これはね、なかなか厳しいものがあります。台湾では結構馴染みのあるドリンクなのかな。私いつも飲んでるバニラのプロテインにさつまいも入れる味と一緒やから美味しいかもしれない。確かにプロテインの味に近い、ね。サトウキビの砂糖を使ってるて、なんかそれの味がする。サトウキビの濃厚やね、これは。じゃあちょっと判定でみたいと思います。せーの、2点。まさかの満点。満点出ました。なんか飲み慣れた味みたいな。ということで8点。これ多分ミルク系が苦手やわ。あ、続いてこのパパイヤ牛乳はもう台湾人のソウルドリンク。ヤイチとかでも結構あると。有名なのは牛乳大王。牛乳大王ってパパイヤ牛乳売ってんの。それが多分結構メインじゃない。そうなんや。実は飲んだことなくて、パイ料理に出てくるパパイヤサラダは食べれるけど、フルーツのパパイヤはあんまり好きじゃない。体にでもめっちゃいい。匂った感じはどうでしょう。パパイヤの匂いがちゃんとする。色は、あ、綺麗なね、ピンク、オレンジ。パパイヤの色やん、ほんまに。綺麗なパパイヤの色。おお。あ、パパイヤって言われたパパイヤ。パパイヤ感強いな。全然強ないやん。意外に美味しい。初めて飲んだけど、生のパパイヤだけで食べるよりこれにした方が美味しい。美味しい。結構これはリアルな味を再現できてると思う。美味しいかも。パパイヤ牛乳の点数は、はい、5点。おもちさんまたまた11点。なかなかいいよね。11点多いな。それが平均なの。みんなに受けるドリンクを開発するのは難しいってことや。まあそう。でも台湾の人はめっちゃ美味しいかもしれんで。じゃあせっかくやし、シリーズとしてこれ言っとく。同じやつな。スイカと牛乳。結構日本ではスイカジュースは普通にあるけど、スイカと牛乳を合わせたジュースってあんまりない。日本人からしたらちょっと馴染みがない味です。ピンクなんかな、やっぱり。どんな味なんやろ。 赤ピンクみたいな感じなのかな、色は。あ、でもさっきのパパイヤミルクとあんまり色変わらないかも。ちょっとサーモンピンクって感じかな。なんかスイカ臭い。
失礼生野菜の匂い。これはネットで結構美味しいって書いてたから飲んでみたくて、うん、でも飲む機会がなかったので今回これをきっかけに飲んでみたいと思います。匂いどう、おもちさん。ああ、スイカ食べていった最後の方。ああ最後のところ白いところ。そうそうそう。おー、スイカやね。え、スイカやね。牛乳感少なない。少ない。スイカの方が強い。牛乳混ぜてなくてスイカオンリーな感じはする。最後ちょっとなんか薬っぽい感じするねんけど。風邪薬みたいな。うーん、あー分かる分かる。子供の頃に飲んだやつ。そう飲んだ。なんかオレンジ色のちっちゃいボトルに入ったやつやろ。そうスイカ牛乳の点数ははい、せーの、3。おー、まあ好きなフルーツやもんね。スイカは種がめんどくさいから嫌い。スイカジュース好きでも俺。なんかスイカ好きやからこそなんかこれちょっと。いやいや。続きまして飲品酒茶汁。これはお茶なんですけど3種類ぐらいあって、ウーロンミルクティーとアールグレーのミルクティーと、あとこれが緑茶のミルクティーです。抹茶じゃなくてポイントは緑茶っていうところです。緑茶に砂糖とミルクが入ってます。で台湾人はめっちゃ美味しいと言ってます。じゃあちょっとまず色味。あ、色味は結構抹茶色？抹茶やね。抹茶ラテみたいな感じかな。友達はチャーハオフーとか言われました。本当かな。あ、すごい緑茶、苦味がある。チャー感が強いね。結構ミルク入ってんの？入ってる、うん、だからミルクティーに緑茶入れてんのやろ、これつまりは。ちゃうよ。え、緑茶にミルクを入れてる。一口飲んだ時はあれって思ったけど、なんか癖になるかもしれない、うん、結構お茶の爽快感が後引く感じ。思ってたよりは悪くない。甘さも控えめ。うん、うまいな。ドリンクに比べると甘さ。お茶のミルクティー、せーの、よー。おー、おー、なかなか11点。久々の11点。あ、猫が鳴いてる。猫が鳴いてるね。いやー、お腹すいた。ラスト、一つになりました。ティーグワンイン奶茶、鉄管の茶のミルクティーです。うん、これ、ゴゴティーかな。ゴゴティーになんか似てるよね。鉄管飲んじゃって台湾なんかでは、まあ、日本でいうちょっとほうじ茶的な立ち位置、うん、鉄管飲ん茶はパッケージもおしゃれやわ。そうやね、おしゃれ。これごめんやん、飲む前から。台湾らしいね、これミルクティーやね。ミルクティーの色ですね。うん、なんかさ、チョコの味する。なんかチョコレートの味する、うん。あれなんか思ってたのと違う。全然違う。しかも濃い濃厚なチョコレートじゃなくて薄いチョコレートの。なんか沈殿してない。大丈夫？してない。結構混ぜたよちゃんと、うん、牛乳が多分少なくて鉄管のが濃い。お茶にちょっと牛乳入ってしまったみたいなレベル。そんな感じ。鉄管のの味をすごい活かしてる感じ。最後ね、最後鉄管のミルクティーの評価は、はい、3点。あ、一緒や。みんな9点。満点はありませんでした。1位は12点を獲得したカムバイパッションフルーツドリンクでした。そしてなんと2位が4つ同じ得点のものがあったので、うん、一挙に紹介したいと思います。ヤクルト、ウェイダーリー、パパイヤ牛乳と緑茶ミルクティーでした、はい、こちらが同じ得点、同点っていうの？同点の2位たちでした、はい、え、ちなみにワースト位置はどれやっけ？ワーストはするとアスパラやろ。どう考えても。聞くまでもないけど。どう考えてもこれがワーストでした。これはあかん。これはね、お料理とかに使うのかな。あ、料理か。残念ながら3点でした。これはかわいそうに。というわけでドリンクのシーン以上です。皆さんいかがだったでしょうか。ぜひ飲んでみたい、どれか試してみたいと思った方は高評価またはチャンネル登録をよろしくお願いします。ルーゴー日本人はね。如果你喜欢我的影片，按赞，还有订阅我的频道，谢谢，せーの，拜拜。